空は飛べても翼は持たず、浮いてる間は疲れ知らず、お腹はもらでパンパンで、海に落ちたらゴボゴボ拾えないもの、なんだ。おいらのだ。おいらが書いたお題だぜ。うん。どうしたんだよ。なんで誰も何にも言わないんだ。お題が難しすぎたのか。むしろ信じられないほど簡単だと思うよ。本当か？じゃあ答えはなんだ？答えはパイモンだろ？え？うん、パイモンだろ？私もパイモンさんだとばかり。実は僕も。どう考えてもオイラなわけないだろ。パイモン、君の背中に翼はあるかい？で、ない。パイモンはいつも飛んでいるけど疲れを感じてはなさそうだ。パイモンさんはよくお食べになりますから、それは旅人様のモラがたくさんお腹に消えたということかと。騎士団の先輩方が話しているのを聞いたことがあるんです。パイモンさんは海で旅人さんに助けられたと。つまりパイモンさんは金槌で海に沈んだら。待てよ、そこまで言われると本当にオイラなんじゃないかって気がしてきたぞ。違うんだって。オイラのお題の答えは軍玉角なんだ。空に浮かんでるあの軍玉角。そうなのかい？でもやっぱり僕はパイモンの方が適切だと思う。もっと言えばこの詩にもう二つ句を足したらより完璧かな。足す？何を足すんだ？旅人サイドの優秀ガイド、みんなが称するおしゃべり上手。大好きパイモンと正解を言い当てた全員1点獲得ね。